1970年に泡箱を用いて初めて観測されたニュートリノ。右側にある三本線の起点にあった横に衝突したニュートリノがミュウ粒子に変化し、新たにパイ中間子が生まれた。高エネルギー物理学は加速器で作られる高エネルギーを持った基本粒子の衝突反応を詳しく調べ、素粒子と呼ばれる究極の物質の構造や、 その基本的相互作用について研究する分野である。アメリカ合衆国では、スタンフォード直線加速器研究センターや国立フェルミ研究所、ブルックヘブン国立研究所などで、素粒子研究の黄金時代を築いた。しかし、その後に計画された SSC 計画が予算を大規模に超過して、中止に追い込まれた。現在は、欧州原子核研究機構や、 高エネルギー加速器研究機構の研究に参加を行うことと同時に将来の国際リニアコライダー計画への参加も表明。欧州原子核研究機構では2008年から始まる LHC 加速器を用いた7手部の陽子陽子衝突実験により素粒子の標準模型に必要なヒックス粒子が発見されることが期待されている。さらに 超対称性理論などの標準模型を超える物理の検証への最初のステップが開かれる予定である。日本では、高エネルギー加速器研究機構における世界、最高強度の電子、陽電子衝突装置結ク部を使ったウェル実験、つくば市から東へニュートリノを飛ばして、ニュートリノ振動を検証する、K2K 実験など、世界的に注目される最先端の研究を実施。 現在は、スプリングマイナス8や、j パーク、RI ビームファクトリーなどによって、加速器科学の応用研究まで視野に入れた取り組みにも、注目が集まっている。将来的には、アジア、欧州、アメリカまで含んだ国際、リニアコライダーと呼ばれる、電子、陽電子を、テラ電子ボルトレベルのエネルギーまで加速し衝突させる、大型加速器の建設が検討されている。 標準模型を超える素粒子物理学の記述に方向性を与える実験には必要不可欠の加速器であるが全ての建設費用が2007年現在の概算で1兆円程度と非常に規模が大きく建設が実現するとしても世界で唯一の施設になると予想されている。日本国アメリカ合衆国ヨーロッパ連合ロシア連邦ありがとうございます。